エヴァ、聞こえるか？チッ、正気が濃すぎて通じないか。安心しろ、別に争いに来たわけじゃない。助けに来たんだよ、あんたの連れに頼まれてな。エヴァが？そうか、無事に逃げ延びたか。言いたいことはいろいろあるけど、一つだけ。ニコラのこと気にかけてくれてありがとう。礼を言われる筋合いはない。何者なの、あなたたちを襲ったのは。本来ならばありえないことが起きた。封印したはずの継承者が棺の外に出ることなど。継承者だと？まさか御堂に襲われたっていうのか？エヴァから聞いたのか？なら話は早い。奴の体から侵害の反応が一切感じられなかった。だが棺は間違いなく今もなお維持されている。まんまと騙されていったというわけだ。待て、どこ行く？エヴァの体内に保管していた複数の侵害が御堂に奪われた。あの男を野放しにするわけにはいかない。俺たちも行こう。嫌な予感がする。
久しぶりだね、カーミラ。しばらく見なかったから、ロストにでも落ちたのかと思ってたよ。家族を探して当てどもなく何日も何日もさまよった。
の日常を、私のすべてを、あの大崩壊が一瞬にして奪う。
せい。まさかさっきのロストの。この人が君たちを引き取ってくれることになった御堂さんだ。あの人なんか苦手かも。顔が笑ってないっていうか。これが全ての始まりだったんだ。ここには入るなと言っておいたはずだが。なんだよこれ。あいつに何をしたんだよ。何も心配することはない。ちょっとした好奇心さ。君たちはより高次の存在に生まれ変わるんだ。あの男は笑っていたんだ。まるでおもちゃで遊ぶ子供のように。おはよう。気分はどうかな。私の子供たち、喜んでくれ。私たちの研究は新たなフェーズに突入する。さあ祝おう。再会のこの日を称えよう。好奇心の力を。君たちはさらなる進化の階段を上るんだ。表向きは高名な科学者だった。だが裏では俺たち個人を実験台に改良しては奴隷兵士として売りさばいていた。ひどい。奴はいつも言っていた。人類は未来への橋に過ぎねえと。好奇心は人類を進化に導く賢者の意志だと。奴の実験は続いていたんだ。ここで俺の仲間たちを犠牲にして。ミド、あいつだけは絶対に。
みんなの。どの武器を強化したい？外に。お帰りになっ。私がお帰りに。この時か。お。ずっと守り続けるだなんて、そんなの僕には必要ないよ。私は不要ということですか？そういうことじゃないよ。僕なんかのために自分を犠牲にしてほしくないんだ。僕は大丈夫だから。君は君のために生きて。私の。おかえり。おかえり。おかえ。そんな。